メール第3話だかんばるするがらぎ先輩のアドバイザーだアドバイザーではないなアドバイザーよりはまだしもエロ奴隷の方が存在としては近しいかもしれんな今回はまあまあ常守備に運びはしたけれどうぬに煽られてそそのかされて「よっしゃあやらずに後悔するよりもやって後悔する方がいいぜ!」って特攻した挙句当たって砕けたやつそこそこおると思うぞ 別にやらずに後悔するよりもやって後悔する方がいいとは私は思っていないけれどなあの言葉はむしろ嫌いだそうなのかうぬの気質には合ってそうじゃがのやって後悔するべきくらいまで言い切ってくれればまた話は変わってくるがなどちらかといえばやった方がいいみたいな相対論で言うのはやめてほしいといったところで第3話の冒頭では荒木先輩と戦場ヶ原先輩がラブトークを繰り広げているというわけだな ラブトークかどうかはともかく。まあ先ほどまで繰り広げられていたわしとうぬのトークに比べれば穏やかなものじゃの。戦場ヶ原先輩も丸くなったものだ。昔だったらこんな甘えた電話がかかってきたら暴言の嵐だよ。どんな彼女じゃ。とはいえタイミングを読み解くとこれはこれで戦慄のシーンなのじゃがな。この時このツンデレ先輩は危うく虎に焼かれかけているのじゃから。燃やされるかどうかの瀬戸際におるのじゃから。そうだっけ あそうなるのかあだってこのあと羽川先輩から荒木先輩にメールが来るのだしなそうなぜか我が主様の衣装を着て我が主様の部屋で撮影された写真が送られてくるというある意味怪奇現象以上の怪奇現象が起こるのじゃ荒木先輩にしてみれば念願の羽川先輩の私服なのだな歌舞伎物語から数えて数々の修羅場をくぐってきた荒木先輩へのささやかなご褒美といったところだろうか 11年前に飛ばされたり交通事故にあったり世界が滅んだり暗闇に飲まれそうになったり友達を亡くしたりビルで火災にあったりサルカニ合体と戦ったり BL 本買いに行かされたり暗殺されそうになったりした末のご褒美が友達の私服姿なのだとしたらあまりにもささやかすぎるじゃろ。 とはいえそんな並々ならぬ愛情が注がれる羽川先輩やこうしてラブトークを繰り広げている千尋ヶ原先輩よりも荒木先輩は忍ちゃんを選んだっていうのだからなんだかそこは奥深いところだな奥深くもあり奥ゆかしくもありそこもまた誰が一番好きとかそんな風に読み解いてほしい箇所ではないがなあれっ忍ちゃん我こそはナンバーワンなりと調子に乗らないのか ウヌはわしをどんなやつじゃと思うとるんじゃだって嬉しい言葉じゃないか恩人や恋人よりも時に養女を優先する男だと分かってくれると信じているそこだけ切り取ると全然嬉しい言葉じゃないの。 そして仮にそこだけ切り取らなかったとしてもその言葉で言い表されておるのはわしにというよりもバサネーやツンデレ先輩に対する絶大なる信頼というように思えるがのなるほどそういう見方もあるのか悩ましいなアバン終了じゃの裸で待ってるオープニングもこれで最後かまさか本編と副音声で12回見ることになるとは思わんかったが最後となると名残惜しいわい名残惜しい それはつまウヌとの副音声は何一つ名残惜しくないあでも厳密に言うとテレビ放映時は尺の関係でオープニングを入れられなかった回が半分くらいあるんじゃなかったっけ逆にエンディングに本編が入り込むこともあるよなそれはそのままパッケージに収録されておる番もあるんじゃったかな物語シリーズの歴史も長いからいろんなバージョンがあるのも確かだ 時系列的には先になるけれど私がメインヒロインだった花物語ときたらテレビ版とパッケージ版でオープンエンドが逆になっていたりしたからなはにゃうぬがメインヒロインの話はてどれのことやらここに来てなぜとぼける花物語のことは今まで何回も話題にしただろはにゃってそんなキャラじゃ絶対にないだろオープニング終了じゃアニメ物語シリーズファイナルシーズン第2弾 終わり物語かっこ中忍メイルの第6話 A パートじゃさあ長いぞこの A パートはこれまでの物語シリーズの中でもダントツで長いぞそうだな決闘の開始から決着まで余すところなく捉えられているからなやはりこのくらいの立ち合いとなると適切な水入りの箇所というのもなかったのだろうなそれに B パートからは時間が一気に飛ぶというのもあったじゃろそうだったっけ どれくらい飛ぶんだっ,たっけ一気に3月まで飛ぶ受験日当日まで飛ぶんじゃなかったかの8月から3月となると一気に半年以上飛躍するのかその構成も自由だなというよりその辺は例の後輩が暗躍しておるようじゃがの例の後輩扇ちゃんだな この時点ではまだあの子は直江津高校には転校してきてはいないのだやつが転校してきたタイミングは10月じゃったかな似たような構成ということであれば鬼物語の時もそうだったんじゃなかったっけあれも最後は扇ちゃんと荒々木先輩が話して締めていたように思うじゃったのあの時のシチュエーションは我が主様の部屋ではなく直江津高校の教室じゃったが。 そそうそう鬼物語は始まりの部分もあの後輩との会話から始まっておるのでそういう意味では忍ぶメールと構造は同じになっておるのかもしれん本編が階層として描かれておるのじゃな階層だから時系列がこうもややこしく入り組むというのもあるわけだ例えるなら CD アルバムをランダムで再生しているようなものかまあこの曲順には意味があるのじゃろうから完全なランダムではないのじゃろうがの順番の意味 じゃしょっぱなのアニメ「化け物語」が時系列順だったのはランダムなのにたまたま揃ってしまったということではなくよかったのたまたま揃っててじゃないっちゅうんじゃ大体いい細かいことを言えば化け物語の時点でも時系列順にはなっておらんかったじゃろ翼キャットは海藻の物語でもあったはずじゃそうか あの時点ではゴールデンウィークに何があったのかがちゃんと語られていたわけではなかった。それを言うなら傷物語とて化け物語の時点では発表されておらんかったじゃろ下着クラブの時点では傷物語がどのようなストーリーラインなのかは謎めいておった。 そうでもないんじゃないか原作小説での順番はその通りだけれど、アニメーションにおいては確か、キズ物語は、ひたぎクラブのアバンタイトルでアニメ化されていたのだから。ああ、そうじゃった。振り返ってみると、最初の最初から、アニメ物語シリーズとはそういう独特の作りになっておったんじゃな。 今だからシリーズの独特さ、ユニークさ、みたいに振り返れるけれども、やっぱりリアルタイムにおいては視聴者はなかなか面食らっただろうな。今でも視聴者が面食らう展開は多いがの。この決闘にしてもそうなのかな。 荒ぎ先輩と獅子類清志郎がどうして戦わねばならないのか疑問に思う視聴者もいたかもしれない血統をそそのかしたウヌが言うなよだから血統をそそのかしたつもりはないのだそそのかしたと受け取るのはそそっかしいと言うしかないそそっかしいのはウヌじゃそそばしっとれそそばしるってそんな言葉知らないよ実際そそばしったじゃろ我が主様から携帯電話を渡されて さっき我が主様があのセリフで示したのはバサネーやツンデレ先輩への信頼じゃと言ったけれどああいった局面で示されたのは後輩であるウヌへの信頼でもあったわけじゃなそう言われるとおもはゆいな私はただ言われた通りに走っただけなのだからそうメロスのようにメロスのようにじゃったら褒められたもんではないがのでもまあなんだかんだありつつも友のために走ったメロスはそれだけで褒められても良いのではないか 走れホメロスだどちらかといえばセリヌンティウスの方を褒めたいじゃろうちなみに走るにあたってというかアラ,ラギ先輩が決闘に臨むにあたって私はアラ,ラギ先輩とシューズを交換しているアラ,ラギ先輩がコンマ1秒でも早く走れるようにと思ってのことだじゃったなつまり最終的にバサネーのところに駆けつけた時には上着から靴から刀から我が主様は借り物ばかりで駆けつけておったんじゃなしかし 靴を交換してしまったウヌもその後あららぎ家に向けて走ることになったわけじゃがベストパフォーマンスは発揮できんかったんじゃないのかご安心召されよ。何語じゃよじゃからわしより古い言葉を使うな。 私くらいのランナーになるとどっちみち全力で走ったら靴の底は抜けてしまうので長距離の場合はどんな靴を履いていようと大した影響はない誤差の範囲内だウヌが人間なのかどうかが怪しくなってきたが先輩から借りている靴の底を抜くなよ最後に活躍の機会をいただけて後輩としては感無量だ ウヌといい人形娘といい機動力のある奴は重宝されるのそういえばおののきヨツゲちゃんはこの決闘の頃はどうしているんだっけことを収めるためのアイテムを取りに行っておったんじゃなかったかの元締めの本来のスタンスである先手先手の先回りというのかなおおアイテムとはどんなアイテムなのだあんまり話したくないんじゃけれどやむをえんなそれがおとり物語での展開につながっていくのじゃが 要するにあの神社ひいてはこの町を統治する神を配置するための策略じゃなあ何だっけ私はおとり物語については詳しくは知らないんだけれどご神体だっけそう我が主様が託されそれを保存しておった保存していたというとそんな付託を受けたかのようじゃが本来は使うように言われておったのじゃそれを我が主様が使わずに取っておったらそれを前髪娘に横合からかっさらわれたという形じゃな 戦国ちゃんも別にかっさらいたくもなかっただろうけれどなその辺りでどうやら元締めの娘は我が主様を自分のプランに組み込むのはよくないと思ったんじゃないのかのじゃから月物語の際には直接コンタクトを取ろうとはしなかったこの辺りはわしの勝手な読みじゃが 荒先輩が誰かの予想通りに動かないというのは私も大いに同意するところだぞ誰かのプランニングを破壊するために生きているようなお人だそこまでだとは言わんがアロハコ僧くらいじゃないのか我が主様の動きをある程度系統立てて予測できていたのはわしと我が主様がコンビを組むことで世界が崩壊する可能性も読んでおったようじゃしのそれを読んでおきながらスルーしたっていうのもすごい話だがな そういう男じゃった単純な意味での人助けや事前行為は絶対にしないと決めているかのようじゃったのあくまでもバランスを取ることに終始するスタンスを崩すつもりはなかったようじゃ確かに私が相談した時もそんな感じだったのはっきり言えばそういうスタンスはアロハ小僧自身にとっても決して楽ちんなものではなかったじゃろうな 目につくやつを片っ端から助けてしまう我が主様のようなスタンスの方が実のところ生き方としては簡単なのかもしれん、うん、考えさせられるな目の前の人を助けられたらそりゃ気持ちはいいのだろうけれどそのせいでもっと大きなバランスを崩してしまっている可能性もあるということかなそれも一つじゃろうしそれだけでもないのじゃろうなまじ対局を見るような視点を元締めから受け継いでおるだけに気楽なようで楽ではない 最も厳しい道を歩むことにななったんじゃろうなあるいはそれも奴に課せられた呪いのようなものだったりしての呪いそう鍵縫いずるや手織忠るが道を歩けなくなったようにあの男もまた何らかの呪縛を受けておったとしてもおかしくはないだとするとやはり番外編待ちかそれはまあ番外編でよいのじゃろうがしかし本編よりも濃厚な重さがありそうじゃの。 戴紀泥衆の学生時代なんぞ誰が見たいんじゃという気もするがそうだなあのヒゲの詐欺師の学生時代っていまいち想像できないものな戴紀泥衆をヒゲの詐欺師だと思っておるのはウヌだけなのじゃと思うがオシの伊豆子さんの学生時代の活躍は見てみたくもあるそれもその名で認識しておるのはウヌだけじゃが。 私は立ち会うことはできなかったけれどいずこさんの舞台設定はとことん荒々木先輩が有利なようにハンディキャッピングされていたのだな妥当ではあるけれどよくもまあ獅子類清志郎はそんなルールを受け入れたものだ騙し打ちしようとしていたことからもわかるよ決して正々堂々の戦士というわけではないのじゃがことが決闘となるとな変な勝ち方をすれば汚名を残すことになってしまうおめ名 確かに、初代飼い殺しは、名声にこだわっているところはあったようだな。もう一度輝きたいとか、なんとか言っていたものな。じゃから、何度も言うように、わしへの気持ちがどうとか言うよりも、己の肩書きを求めて復活を遂げたという見方も、間違っておるわけではないのじゃ。いやいや、だとしても、忍ちゃんと一緒に成り上がりたかったんじゃないのかな。単純にそう思えれば気が楽なのじゃが。 実際のところ野心が強すぎるやつでもあった。マジで全然あったんじゃ。大立ちを返した瞬間、こいつ、ただわしを真っ二つにするという可能性は。おいおい、そんな卑怯なことをする男ではあるまい。卑怯な手を使って我が主様は暗殺されかかったんじゃって。まあ、初代怪異殺しの卑怯をあげつらうようなことを言ったけれど、この時の決闘に限って言うならば、拘束じゃったのはむしろ我が主様の方と言えるかもしれんの。 星野さんが残したお札を使って人たち浴びせるのではなく人タッチ浴びせるという決着のつけ方だないやその解釈が合っとるわけじゃないんじゃぞ我が主様は決してうまいことを言ったから勝ったわけではない鹿類清志郎の方も寸前で甲冑を脱ぐというルール違反ではないとはいえサプライズ的な戦略をとっているからお互い様といえばお互い様だがな 全く困ったく困人たちだな人たちをさらに重ねるなよりややこしくなる我が主様なりにひねり出した人間としての勝利といったところなのかなちなみにタイムスリップした先の神社ではあの社には違うお札が貼られていたのじゃふんなんとなく血統は荒々木先輩の勝ちみたいな風に捉えていたけれど人とタッチでは厳密には決着になっていないというのであれば事実上は引き分けなのかな 荒々先輩が用刀を振り下ろす前に忍ちゃんが姿を現したわけだしそうじゃな別に決着を妨げようとしたわけではないのじゃがあの時は体が勝手に動いたというほかない体が勝手に動くのが遅すぎたくらいだけれどなそれを単純に感情論で捉えられてもまた違うんじゃがなあそこでわしが食らっておかねばまたいつかあの男が生き返ってしまう恐れもあった 我が主様のようなまちゃんが振りかぶったあの刀を振り下ろせたとも思えんしの。絶対認めないんだな。好き不好きで動いたって泣いてたのに。あれは嘘泣きじゃ。私の先輩が同じ嘘をついてた。なんで嘘泣きだって嘘をついてメリットがあると思うのだ。実際のところ、400年前の話ともなると確かなことなんて何一つ言えないじゃろわしはわしで好き勝手に語るじゃろうし。 初代飼い殺しは初代飼い殺しで好き勝手にしゃべるじゃろうしどちらが正解ということもない歴史には正解どころか真実さえもないのじゃからただそういう言い方をするのであれば私の意見が正解だという可能性もあるわけじゃないかポジティブすぎるじゃろどんな自己肯定感じゃここから先は野暮なツッコミになってしまうんだがここで忍ちゃんが初代飼い殺しをまあ食べちゃったわけじゃないかガツガツと。 ああそれがどうかしたかどうかしたかも何も忍ちゃんにとって食事っていうのは会議殺しであると同時にエネルギーの補給でもあるわけでだったら荒ぎ先輩とおしのさんが封じたはずの鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼キスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードが復活しちゃうんじゃないのかああそういう心配をしとったんか いやもちろん究極的にわしが怪異を食って食って食いまくっておればかつてのパワーを取り戻すという確率は決して低くはないのじゃろうが根本的にわしの存在は「忍の忍」という名前と我が主様の血によって縛られておるからの初代怪異殺しのあれほどまでに溢れ出た怪異軍を全部食べても決して怪異の王の復権にはつながらないというわけだ。 というかあやつは実のところこの時点でも張りぼてめいておったからの甲冑を脱いで青年姿を晒しておったが必ずしも完全復活を遂げていたわけではないそりゃまあまごうことなき完全復活を遂げていたら人タッチなんて工夫をどう凝らしたところでペアリングが切れている状態の荒々木先輩に太刀打ちできるわけもないのかとはいえ無論完全に力を失っておるわしからすればとんでもない食い出だったがの ら先輩がまたいい風に締めるんだよな実行から400年の時を経て彼の自殺はようやく成功したのだったいい風なのか悪い風なのかはわしには何とも言えんがまあそういう言い方をしてやるとあの男も多少なりとも救われるのかもしれんの開始から13分40秒の時を経て「しのぶメール」第6話の A パートはようやく終了したのだった。 シノブメール第6話 B パートだ、はい、さあ副音声もここからは薪きでお送りしないとすぐに終わってしまうぞいやそこまですぐには終わらんがな B パートで時系列は一気に半年以上飛んだとはいえここからも結構重要な内容が語られておるしの話している内容も確かに気にはなるけれどもでもしのぶちゃんそれ以上に荒木先輩の部屋になんで扇ちゃんがいるのかという疑問の方が先に立ってしまうのだが荒木らら先輩パジャマじゃないかパジャマじゃのう 大木ちゃんもパジャマ姿の先輩を前に何故こんないつもと変わらない感じでおしゃべりしていられるんだシチュエーションということで言うならこれかなりの早朝じゃからの朝っぱらから寝起きの先輩の部屋を訪ねてきた1年生という図じゃから違和感バリバリじゃそれを荒ぎ先輩は何の疑問もなく受け入れているというのが一番の疑問点なのかもしれない自然体じゃもんなこんな寝起きに訪ねてこられたら相手が彼女だってもうちょっと緊張するじゃろうに この時忍ちゃんってどうしているんだペアリングはとっくに回復されているのだよな。もちの論じゃ。じゃからこの時も我が主様の影に潜んでおる。とはいえこれは土葬長も土葬長じゃから昼夜逆転の生活を送っておるわしは影の中で眠っておるの。うーんじゃあこの時のやりとりを忍ちゃんは知らないわけだ。そう。ちゅうかわしに聞かれんようにあの後輩は我が主様の部屋を訪ねてきた節もあるの。 とはいえ、忍ちゃんが聞いていなかった代わりに、よつぎちゃんが聞いていてくれたわけだ。わしからすれば、あいつが聞いてくれとったからなんじゃいっちゅう感じじゃが。 そもそもなんでよつ継ちゃんが荒ぎ家にいるんだっけ浴衣を着て、湯上がり姿で。<laughs> 浴衣を着て、湯上がり姿だった理由まではわしにもとんとわからんが。奴が荒ぎ家におる理由は、ファイナルシーズンの第一弾である月物語で語られておるよ。月物語何気に私が知らない間に誘拐されて、知らない間に助けられていたいだよな。そう。その時に、奴は最終的に荒ぎ家に居候として、元締めや影ぬいずるによって、 で送り込まれたのじゃ居候って簡単に言うけれど現代では難しくないか我が主様の妹子のぬいぐるみとして居候しておる感じじゃのぬいぐるみって言うけれどだからお風呂に入っちゃってるじゃないかお風呂に入ったら気づかれるだろうああこの子はぬいぐるみじゃなくって死体人形なんだって死体人形がお風呂に入るのじゃって相当おかしいがなちゅうか普通に怖いわ死体がお風呂に入っておったら。 まだしもぬいぐるるるみががおお風呂に入入っておる方が受けれれられるじゃろ<お>でも実際は死体の方なんだろうう、ね、荒ぎ先輩も扇ちゃんに疑問を覚えないのはまだしもよつぎちゃんの入浴には一言あって叱るべきではないのだろうか我が主様の場合は一緒に入っておっても不思議じゃないけれどの <laughs> <laughs> 影で吸血鬼は寝てるしお風呂に死体はあるしよく考えたら荒ららげ家ってとんでもない家だなまあまあそういう言い方をすればそうじゃけれど別の表現もあるじゃろうには幼女風呂には道女超怖い何その家正体不明で袖の長い後輩も朝から訪ねてくるしな袖の長さは関係なかろうが 荒々木先輩がそういう環境に慣れちゃっているというのが実のところ最もまずいようにも思うなだって月物語のあとってことはこの時の荒々木先輩って徐々に人間で亡くなりつつある途上なのだろうそういうことになるのこの時も鏡には映らないこうして見る限りこのままだと自分が吸血鬼になってしまうという危機感を感じないのだけれど一度は我が主様を吸血鬼にしたわしが言うのもなんじゃが 蛇娘の件を経てあのご主人様は少々自罰的にもなっておったからのゆえにそういった必然的な吸血鬼化を受け入れておるのかもしれん獅子類清志郎との血統が尾を引いているというのもあるんじゃないのか 交わした言葉は少なくとも吸血鬼から人間に戻れなくなった彼と接点を持ったことが荒々木先輩の感性に何の影響も与えなかったわけもないだろう自罰的になる敬意を思えば仕方ないにしても初代飼い殺しに倣って自殺までされたらたまったもんじゃないからあまり影響を受けられても困るんじゃがの。 でも、女の子は同じような相手を好きになるって言うからな。何百歳のわしを女の子扱いしている時点から、うぬの間違いが始まっておるとしみじみ思うんじゃがな。<laughs> まあ、そういうことにしておこうか。ぶっ殺すぞなんでうぬの方が年長者みたいに振る舞っとるんじゃわしはうぬをどういうことにすればいいんじゃ ところで、なんで荒ぎ先輩はこのラストシーンで北白蛇神社に向かっているんだ受験当日の朝だって言っていなかったか本編でも人形娘相手にさらっと君のご主人様が行方不明になった場だよって言っておったの。いろいろ忘れすぎだろうって人形娘も我が主様に言われたくはなかったじゃろうけれどな。君のご主人様ってつまり影縫いをするって人のことだよな。 え、あの人今行方不明なのかその辺りのくだりは実はこの副音声を収録しておる時点ではまだアニメ化されておらんのじゃがアニメ「暦物語」の中での出来事じゃなアニメ「暦物語」アプリで配信されておる物語じゃそういうのもあるあーあれだ日常編みたいな アプリで配信というのがそもそも新しいなそんな日常編が順調に配信され続ければいずれは影のイオズルが行方不明になるどんな順調だ日常編を続けていたら行方不明者が出るのか荒木先輩らしいと言うべきなのかどうなのかまあいずれはパッケージ化されるじゃろその時に一体誰が副音声を担当するのかというのも気になるところだなわしとうのでないことは確かじゃバカな奴隷コンビは出禁なのか出禁っていうか解散じゃよ解散 コンンプライアンス的にも解散じゃろ B パート終了だやっぱりあっという間だったなそれも時間の問題かな最後のエンディングだえっとこの場合「暦物語」に続くという終わり方で良いのかな続きが「暦物語」なのか劇場版「傷物語」なのかそれとも「終わり物語」かっこゲなのかこの時点では何とも決めかねてしまうのだけれどどうじゃろうな このパッケージが発売される時には暦物語は完結しているはずじゃがの。傷物語について言えばまだ第二部の熱血編は公開されておらんはずじゃ。一番正当な続編っぽい終わり物語の下巻については戦術の通りまだアニメ化が決まっておるわけではない。作中の時系列のみならずアニメ化のバリエーションも多々あるからとことんややこしいのだな。 それでもうすぐ副音声も終わってしまうがウヌは他に言っておきたいことはないのかじゃあ「鬼畜ギャルソン」シリーズは現在第25弾まで出ているという告知だけはしておこうかなわけのわからん告知をするな第25弾って表紙イラストは獅子類清志郎がモデルになっているその小説の作者ウヌじゃないのかではではアニメ「終わり物語ファイナルシーズン第2弾終わり物語かっこ中忍メイルはこれにてファイナル 音声のお相手は何かいいことあったらエロいなカンバルするかと何かかいいことあったらいいの押しの忍の奴隷コンビだったぞ全部うのが言っちゃうな奴隷コンビだけは本当にもう二度とやめてね